北向き花田とトルーの不毛ラジオ第23回。はい、よろしくお願いします。お願いします。北向き花田です。トルーです。お願いします、はい。ちょっと始める前になんですけど、はいはい、あのまた子供なんですけど、子供が3歳で、うん、はいはい、あの最近よくあのピクトグラム、ピクトグラムを気にするんですよ。うん、これはどういう意味だって。街を歩いてて、でそのタバコ吸っちゃダメだよとか、あの自転車ここを止めちゃダメだよとか教えるんですけど、なんか一回あの奥さんと子供が病院に行った時にトイレの入り口に駆け込んじゃダメだっていうピクトグラムがあったらしくて、はははまあ、まあぶつかんないようにみたいなことなのか、うんうん、まあ、新しい人はいるからね、うん、そう。でもそれ説明したら、うん、おしっこギリギリでも走っちゃダメなのって言ったらしくて、うんうんうん、そうだねってなったって聞いたんですけど、うんうん、確かにギリギリの人がさ、うんうん、トイレの入り口でその駆け込むなって張り紙っていうかその掲示があったところでそんなその人絶対止まらないよなと思って大男が道塞いでたって止まらないですよ、ね、トイレギリギリで走ってた人、そうですね、ギリギリだったら大男ぐらいだったら倒せる気がするなだから、うん、あの駆け込まないでって言いたいんだとしたら、うん、その走り始めるであろうなんか廊下の、うんうん、最初のとことか、うんうん、あの突き当たりにトイレがありますけど走んないでねって書いとかないと意味ないなって思いました手前からねっていう、そうエレベーター出たとことかエレベーター出た人はみんなトイレに向かうわけじゃないさ、いやでもトイレ行きたそうにして走ってる人さすがに見たことない気がするね。だから、うん、その病院ではなんか衝突したことがあったんですかね、なんか事故が。あ、それでそのこれを貼ろうって、うん、はいはいはい、トイレに行くのが危ないっていう、そうそうそう、うん、注意を促そうって言ったけど、うんうん、でも多分走り出しちゃったらもう走るだろうなって。もうしょうがない。しょうがないですよね。うん、焚き火があってもそこ飛んで走って入る気がする。火が。そうですね。火が塞いでる。もう火だったらね。崖、うん、だったら飛ぶしね。はい、というわけで、はい、このラジオは誰もが一度はしたことのあるベタな会話のテーマをもう少しダラダラと2人で掘り下げていこうという不毛なラジオでございます。はい、はい、第23回はトルーさん、好きな名字、なりたい名字です。はい、好きな名字、なりたい名字ということで、はい、そうですね、うん、うんうんうん、名字の話ね、うん、やっぱりかっこいい名字ってありますもんね、うん、ありますよね、どう考えてもかっこいいなっていう、ありますよね、なんか伊集院とか、ああそうですね、うん、そう、林さんは北王子って言ってましたけど、うん、なんか格式高い感じがあるのかな、うんうんうん、かっこいい名字、かっこいい名字な、うん、あとあの3文字、漢字3文字がかっこいいっていうのはありますけど、うん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 、なんかそれプラスしりとりになってるとかっこいいなって思ってほう、あの小山田とか、小山と山田、はい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 、しりとりになってるんですよ、三田村とか、うん、はいはいはい、三田さんと田村さんだ、そう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 、はい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 、とか小宮山とか、ああわかるわかるわかる、なんでだろう、なんか、うん、小山田さんはただの山田じゃないみたいな、うん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 、なんだろう、そういうそのかっこよさなのかな、あるあるある、小山さんなんか進化系っぽさがあるんですよね、うんうん、そうですね、山田とは違うぞっていう、そう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 、うん、
あるわあるわ。後藤だとか。ああ、いるいるな。そっか、何でも最後にもう一個つけるとかっこいいのかな。なんか、うん、なんでしょうね。うんうんうん。はあ、林さんは小林さんのことをどう思ってるんだろう。どう思ってんだろう。でも自分の小さいやつだっていうのとちょっと違う。違うんでしょうね。小林さんは大林さんのことをどう思ってるんだろう。ああ、どう思ってんだろう。今チャットが今チャットで見下してますよって。はい、あ、そうなのかな。この話を聞いてる林さんがチャットで、林さんは小林さんのことを見下してますという。そうなんだ。いや、小さいがついてるから。じゃあ大林は、うん、ちょっと尊敬っていうか、そういう感じなの、うんうん、どうなんだろう。そっか。林さんから大林さんは尊敬してるのかに対して、はいという返事が。じゃあその、うん、極林とか天林とか言ったら、極林何だろう。極上の極ってことですか。そうそうそう。もうすごいんじゃない。超林とか。超林とかね。そりゃあまあまあ、極ついたらもう勝ちでしょ。そりゃ極田中とか勝てないですよ。うん、極斎藤さんとかでございますね。そうですね。うん、それになりたいな、決定だな。その一番上っぽい。僕その、うん、北村っていう名字なんですけど、うんうんうん、北村はそういうなんかないですよね、バリエーションが。あ、まあ、西村さんとかどう思うんですか。どう思うかな。何の感情もない。でも確かにその全く関係ない吉田さんとかよりはちょっと親近感があるかもしれない。ある。西村さん。西村、東村。東村。そうかもしれないですね。少しだけ。うんうん。そっか、北村、西村がいるんですね。そうですね。デイリーポータルのライターには。あ、そうですね。そうです、そうです。揃えたいですね。東と西をね。うん。南東と南。いるとは思いますけどね、うん、積極的に採用したいですよね。そうですね、うん、ライター募集で、うん、いやまあでも僕もその、うん、トルーっていう名前になっているので。確かに今別によくわかんないですよね。本名が似てるぞって4人が集まる。あの北村仁さんもいますからね。あ、そうだそうだそうだ、そうですね、そうそうそう。その4人を東西南北に並べて、うんうん、真ん中に中村さんを、うん、中村さんのことはでもあんまり特に何も思わないかな。中村さんはまた別なのかな。そうですね。名字が斉藤の友人が佐藤のことを下に見てるって言ってて、はい、うん、あ、そうなんですか。意味が足りないから、うん、なんかわかんないけど佐藤、うん、に対してライバル視してて、へえ、うん、俺はよくわからん、そういうもんがあるんだと思って。そうですね、共感できないな。できないですよね。佐藤と斉藤はだいぶ違う気がする。僕にとっての木村とかですよね。あ、そっかそっか、北村に対しての木村だ、うん、田村とか田村とか、うん、
なんか思うかな。そこまでいくと別物な感じするけどな。でもこだわる人はいるんですかね、やっぱり。うん。ああ。確かになんか漢字一つ増える、さっきの増えると上位っぽさは、うん、上位っていうか、うん、うんうんうん、そうやって違う感じはするわ。そうだから当事者ではないんですけど、なんか、うんうん、かっこいいなってずっと思ってますね。うん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 、そうだわ。あと名字で、うんうん、本当って話を思い出したんですけど、はいはいはい、その瀬戸っていう友達がいて、うんうんうん、なんか名前の由来を教えてくれたことがあって、はい、名字の由来ですね、うんうんうん、なんかいつの時代なんだろう、なんかまあ大名とかいる時代に、うんうんうん、大名が、うん、なんかどっかで溺れてたんですって、はいはいはい、海だか湖だか、おうおう、でそこでその瀬戸の、祖先が助けに行って、うんうん、でそのおかげで助かった、うんうんうん、で後で大名に呼び出されて、おお、あの時はありがとうと、おお、いいイベントだ、うん、俺はあの時すっごい苦しくて、うんうん、本当もう瀬戸際だったから、君の名前は瀬戸だって、はい、って聞いて、うん、いやなんかそれをなんか思い出して、うん、由来調べたんですけど、うんうん、そんなこと書いてなかった、ね、調べた限りちょっとそういう記述はなかったんですよ、瀬戸に対して、うん、だから、うん、なんかどっかの創作の話なのかなんか分かんないですけど、うん、なんかすごい面白かったいいなそっかそっか、そうですよね、名字にもきっとルーツが、ルーツっていうか、うん、あれがあるわけで、なんだろう、北村っていう名字は落語なのか、はい、なんかルーツとかって、あ、知らないな、なんか授業で調べたりします、あ、そうなんですか、僕なんか した記憶ないな、今記憶ないけど、パッとわかるかな、北村はよくいますもんね、名字として、うん、周りにはいなかったけど、まあ、うん、いるだろうなっていう。うん。なんだろう。いろんなこと書いてあるな、由来。なんかいろんなとこに北村っていう村があったんですね。ああ。北にある村っていうことでね。うん。そうだろうな。全然面白くなかったな。いやまあでもそんなもんだよな。あでもそっか、その瀬戸の由来聞いたらその瀬戸さんの名前は一発で覚えますね。あ、覚えますね。うん、瀬戸際の瀬戸かっていう、うん、名前の伝え方で、うん、いいなと思ったのが、うん、あの花里さんっていう人がいて、はい、それその前に珍しいんですけど、羽の歯に、うんうん、なんだ、成金の成、うん、で羽成さんなんですけど、うーん、羽になる、そう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 、うん、その前で結構いい名前なんですけど、そうですね、伝え方が羽田空港の羽に成田空港の成です、うん、めちゃくちゃうまくできてんじゃんその名前と本当だ、うん、ずるい、なんか、うん、かっこいいな、なんか。ね、かっこいいですよね。そういうのやりたいな。そういうのやりたいな。北村でもやりたいな。村なんてね、その、なんとかのって言わなくても村は。まあ、あの村だろうな。ねえ。ね、他の村がないから。うん、そう、前さん、ちょっと、羨ましい名字。うん、ですね。うん。あと、名字で羨ましい。羨ましかないか。うん。なんか、囲碁、アマチュア囲碁
ので結構なんか有名な方なのか大会で優勝したりする方で、はい、闇雲さんっていう人がいて、へえ、もう感じそのまま、あ、そのままの闇雲、へえ、囲碁弱そうですけどねめちゃくちゃ打ちそうですね闇雲に打つんだろうなっていう、いい名字だなっていう。このそんな変わった名字の知り合いとか今考えたんですけど、なかなか思いつかないな。いるけど珍しすぎて特定されそうだから、確かに、そう僕もねそうそうという難しい問題がありますよね。そうですね、瀬戸は行っちゃったけど、まあ瀬戸は大丈夫いますからねそこら辺、知り合いで言うと水神さんっていう人が、はい、水に上で神か、あ、いや上なんですけど、あ、上か、はいはい、かっこいいな、爽やかな、そうですね、シンプルな感じで、なかなかないっていうパターンいいですよね。多分1年生で習うぐらいの感じですもんね。そうですね。1006本で書いて。ああ、神様の神もいますよね。神さんとか。あれは、でも、はい。神さんはちょっと、恐れ多いですよね。あ、神一文字。いますか？いました、いました。へぇ、これは、どういう、その、ルーツなんでしょうね。ああ、神さん。すごいですね。確かに、確かに。そうですよね。なんか、反則な感じがある。そうですよね。そんな一番上のやつ取っちゃったじゃんじゃあ俺神ねっていうことですもんね。そのじゃんけんの無敵のやつみたいな確かに確かに、あれ何なんだろう、位が高いんだろうな、神主とかなんかそういう、今由来が分かるサイトで調べたらなんかそんな感じですね。はいはいはい。神主さん。友人に、神なりさんって言いました。神になるですか？そう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 。はあ。なるんだ。なったのか。これからなる。やっぱりそういうそのはーって言われちゃう名字の方はだんだんうんざりしてくるんですよね。ああ、そうかもしれん。反応がずっとね、決まった会話を一旦しなきゃいけないみたいな。はい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 、はい。多いですねって言われて。いやいや、みたいな。絶対あるだろうな。絶対あるだろうな。人いじり、二いじりが。そう考えると、かっこよすぎるのも、大変なのかもしれない。とか珍しい名字とか読みづらい名字とかも結構、そうですよね、大変ですよね。なんかよくキラキラネーム、はい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 、つける方の理由で、そういうその
難しいというか、うん、その読み方を説明しなきゃいけない名前に憧れてたっていうのを、なんか見たんですけど、はい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 、それ全然ピンとこなくて、あ、そうなんだって思ったんですよ。全然ピンとこないですね。説明、うん、その願望なかったなと思って。ないですね。シンプル、うんうん、シンプルすぎると思うのかな。そうなんですよね。読みやすいのがいい気がするな。いいですよね、読みやすいの。うん、これ野原になり、なりたい。あの野原ののり。野原の原ですか。何て言ったらいいんだろう。そう、いや、野原しんのすけって、はいはい、に引っ張られて、なんかしんちゃんに引っ張られてしんのすけが定着、うん、なんか前に出てきてますけど、うんうんうん、野原って名字良くないですか。あ、いいですね。うんうん、うん、わかる。うん、ほのぼのしてて、そう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 、うん、かっこいい名字だとちょっと負けるとなんかプレッシャーあるけど、野原ぐらいやったらなんか、野原相当でも謙虚ですね、うん、謙虚なんていうんだろう、うん、野原、うん、野原か。野原さんと鬼塚さんがいたらどっちに道を聞くかっていうと野原さんに道を聞く気がするな。あ、まあね、うん、そうか、野原伸びでもいいですけど、なんか鳥さんなりたい名字とかあります？寺つくとかっこいいですかね。おお、新解釈。ああ、そういうことですね。あ、ほん、あの、はい、うん、ただ3本目寺田とかじゃなくてってことですね。あ、そうですね、うん、今その漢字3文字の名字が集まってるサイトを見てるんですけど、はい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 、西園寺とか、うん、徳大寺とか、うん、あるしね、関州寺とか、西蓮寺、神宮寺ならいましたね。ああ、そう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 、友人に、うん、寺とか院とかですか。ああ、五大寺でもなんか大行っていうか、またちょっと名前負けの心配が出てくる。うん、小宮山ぐらいがやっぱいいですかね。小宮山いいな、うん、小宮山いいですね、うん、うん、小宮山いいな。やっぱ僕なんかしりとりになってるのは、うんうん、小宮と宮山、うん、なんか そこがすごいいいなと思う、うん、確かに確かに、うん、小宮山かな。野原かな。野原、小宮山でもいいな。野原より小宮山がいいな。とりあえずだ、もう俺も小宮山になろう。そうですね、別にいいのか、うん。こんな感じですかね。そうですね、うん、花岡さんでも小宮山っぽいですね、今こうズームの画面みたいな。なんでだろう。小宮山っぽさあるな。小宮山っぽさある。なんでだろうな。なんかその名字のっぽさあるじゃないですか。はいはい、ありますね、うん、ありますね。こいつ山田っぽいなみたいな。そう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 、なんか、うん、やけに名前がしっくりくる、ね、うん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 、いるけど小宮山っぽさありますね。いや、でもブルーさんも小宮山っぽいですよ。あ、そうですか、うん、小宮山がそのあれか、その受け入れてくれてるのか、小宮山の方から。小宮山がすごいって話か。ああ、小宮山が万人に対してオープンである。そうそう、器が、ね、うん、小宮山はすごいな、うんうん、そんな感じで。そうですね、はい。じゃあ、なりたい名字は小宮山ということで、はい、はい、一致したという。
はい、ありがとうございました。ありがとうございました。